赤松県は日本の漫画家、実業家、創作関連ドビースト、男性。血液型は B 型。赤松スタジオ代表、株式会社 J コミックテラスの取締役会長、日本漫画家協会理事を務める。東京都東久留米市出身。主に週刊少年マガジンにて作品を発表している。1968年7月5日、愛知県名古屋市生まれ。 引っ越し等により、熊本県や神奈川県にも在住歴があり、東京都東久留米市で育つ。海上高等学校、中央大学文学部文学科国文学、専攻卒業。高校では、マイコン部に所属。マイコン部在籍時の1985年には PC、PC-8801 向けに、アクション RPG、パラディを制作。その後、大学では、 アニメーション研究会、漫画研究会、映画研究会に所属。1993年、一夏のキッズゲームで、第50回週刊少年マガジン新人漫画賞、入選。審査員特別賞を受賞し、漫画家生活に入る。AI が止まらない。ラブヒナで人気を確立。美少女、ラブコメディものに本領を示し、その成果は、魔法先生ネギマン。 に結晶。アニメや CD 化などのメディアミックスがされている。2013年より、週刊少年マガジン別冊少年マガジン史上にて、UQ ホルダーを連載中。また、ユニクロから、週刊少年マガジンと、週刊少年サンデー創刊50周年を記念した、サンデーマガジンコラボグラフィック T シャツの一枚として、ラブヒナと、魔法先生ネギマ。 のコラボ T シャツが2種類発売された。2010年、絶版漫画の電子書籍を無料 DRM フリーの広告モデルで配信する企業、J コミを設立、代表取締役社長に就任した。絶版になった漫画は中古で売買されているが、漫画家の利益にならない。また、ファイル共有ソフトやスキャンレーションなどによる違法流通も止められない状況になっていた。 このような状況でも漫画家が利益が得られるよう、絶版漫画の図書館を作る意向である。設立の際、週刊少年マガジンとの専属契約を解除した。また、実験として、ラブヒナ全14巻を無料公開し、1週間で170万ダウンロードされたという、UQ ホルダーのタイトルロゴの左下に配置された導入マーク。二次創作や、 権利関係を円滑にするための模索、講義も行っており、その一つとして2013年に2次、創作動入試作成や、動員誌即売会での無断配布を、有償、無償問わず原作者が許可する意思を示すための、動入マークという、新たなライセンスが、コモンズスフィアによって公開された。これは関体平洋戦略的経済、連携協定交渉で非新国在化される可能性が、 言及され、実際に非申告罪化された場合に、第三者による告発などで、権利者が黙認したいケースでも訴訟に発展するなどの事態を防ぐことを目的に、赤松が発案したもので、自身の作品で、週刊少年マガジン2013年39号より、連載開始の有給ホルダーで採用している。ABCD プロフィール、AI ラブネットワーク赤松県。 2013年6月21日閲覧。三流英樹。赤松健史絶版漫画を広告付き電子書籍で無料配信する税込み設立。インターネットウォッチ。 h t t p i n t e r n e t チド t トイ i プ p r e s s c o j p d o c s n e w s 2 0 1 0 1 1 1 7 4 0 7 4 9 9 h t m l 2 0 1 0年11月17日、閲覧。赤松県。はじめに、J コミの中の人。2010年11月17日、閲覧。 AB 山口雅宏、ラブヒナ170万ダウンロード突破の衝撃、J コミで扉を開けた男、漫画や赤松剣、その現在、過去、未来。 ITmedia,http://ebook.itmedia.co.jp/.ebook/.articles/.1012/.08/.news.020.html2010 年12月8日閲覧。二次創作の導入活動を認める意思を示す。導入マークのデザインが決定。マイナビ。 http://news.mynavi.jp:/news:/2013/08/18/050/index.html2013 年9月1日閲覧。tpp で、同人種は消えるのか。シンポジウムで激論。プロゴス、2013年9月1日閲覧。警察の萎縮効果狙う赤松健さん。 二次、創作動入守るための、黙人ライセンス提案。IT Media,http://www.itmedia.co.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルズスラッシュ1303スラッシュ28スラッシュ news093.html2013 年9月1日日閲覧二次創作 OK の意思を示す。 同人マーク運用開始から、許諾範囲も公開。マイナビ。http コロンスラッシュスラッシュニュース .mynavi.jp スラッシュニューススラッシュ2013スラッシュ08スラッシュ29スラッシュ121スラッシュ2013年9月1日閲覧。ラブヒナ。メディアゲージズデータベース。2017年3月9日閲覧。ラブヒナクリスマススペシャルサイレントイーブ。 メディア芸術データベース。2017年3月12日閲覧。ラブナハルスペシャル。君桜散るなかれ。メディア芸術データベース。2017年3月12日閲覧。ありがとうございます。